はい、じゃあ、はい、ご紹介ありがとうございます。東北大学多元研の藤田です。まあ、先ほどのタイトルとちょっと変更させていただいて、理論的基礎ということでお話しさせていただくことにします。はい、すまない。はい。内容はこのようになってまして、まあ、大きな目的としては、準周期構造、あるいは準結晶の構造を理解するための基礎的概念を、まず、について、説明したいと思います。それから、まあ、後半部分では具体的に、構造を理解する上で役に立つ、まあ、数理モデルとしてタイリングというのがあるんですけれども、準周期タイリングについて、まあ、そのいくつかの例と、構成の仕方、生成の仕方、について基本的な考え方を説明したいと思います。もし時間があれば最後に、近似結晶についても少し触れたいと思います。で、準結晶ことはじめとして、まあ、よく見るこの絵なんですけれども、シュヒトマンによって、発見されたこの10回体組成を持っている電子解節度というのがこれはじめなんですけれども、アルミマンガン合金でこのようなものが観察されたと。シャープなブラックスポットが結晶学的に許されない10回対称性を持って並んでいると。これがまず最初の驚きだったんですけれども、よく調べてみると、3次元的な空間対称性としては、二重面体の対称性を持っているということが明らかになったと。なので、このディフラクションパターン自体は実は5回対称軸方向から見たものになっています。で、それは電子顕微鏡内で資料を回転させたときに、二重面体対称性の対称軸方向、対称軸の間の角度の関係がありますけれども、その角度に相当する ところで、5回対称軸であったり、2回対称軸であったり、3回対称軸であったりが現れるということから、二重面体対称性が分かった。結晶学的に、まあ、従来の結晶学では、周期性を前提とした結晶学では、1回、2回、3回、それから4回、それから6回の回転対称性しか存在し得ないと考えられていましたので、これは、ちょっと驚きだったわけですけれども、この報告に、まあ、のすぐ後ですけれども、実はこのような構造を理論的には考えていた方がいまして、シュタインハートとレバインという方なんですけれども、シュヒトマンの報告を見て即座にこのような論文を出しました。ここでは、まあ、物質構造として従来考えていた結晶、周期的な結晶だけでなく、そういった周期性を持たない新しいタイプの構造が、物質が存在すると、し得るということを提案したわけです。で、その性質として、まず一つ目としては、長距離の準周期的な、並進対称性を持っていると。準周期的並進対称性。これはどういうことかと言いますと、逆空間、波数空間で考えた場合に、ブラック反射が見えるわけですけれども、そのブラック反射をし続けるための規定ベクトルの数が空間次元 D よりも多い数の規定ベクトルが必要になると。そういった性質を持つ構造を、準周期的な並進対称性を持った構造というわけですけれども、それからもう二つ目の性質としては、従来の結晶学では許されなかった回転対称、点群の対称性を持っていると。これを、まあ、業界の用語としては非結晶学的な点群対称性と呼びますけれども、この2つの性質を持つものとして、持つような構造が、物質構造が存在し得ると。で、そういった物質構造の名前として、準結晶という名前を、まあ、提案したわけです。で、まあ、準結晶に関する研究がそれで盛り上がってきまして、まあ、分野がだんだん確立していくわけですけれども、その中で、まあ、結晶学、従来の結晶学の専門家が作っている、コミュニティの中でも、この、周期性を持たない物質構造というのが注目というか認知されてきまして、で1991年に、
まあ、専門家による検討が行われまして、まあ、従来の結晶という言葉の定義を、次のように改めたわけですけれども。で、ここで、新しい定義として、結晶とは、Diffraction、まあ、Diffraction パターンが本質的に離散的であるというものをすべて結晶と呼びましょうというふうに定義を改めたわけです。で、この中にはもちろん従来の周期的な結晶も含まれているんですけれども、それ以外に、まあ、例えば、見つかったばかりの準結晶というのもそこに含まれるだろう。ただし、この定義の中には、あからさまに準結晶とか結晶、というのではなくて、単純に、波数空間で、まあ、シャープなディフラクションスポットを、持つような構造という、非常に、なんていうか、オープンな定義として、結晶の定義を与えました。これは実は、重要な意味がありまして、まあ、実はその、理論的な研究がその頃から、盛んになってきたんですけども、実は準結晶でもない、さらに他の種類の、まあ、非周期的な構造秩序を持つ、構造秩序っていうのが、まあ、少なくとも理論的、あるいは数学的には、定義することができるということが理論的に分かってきたわけです。ここです。まあ、現時点で知られているのはおそらくこの3種類だと思うんですけれども、まず最初はもちろん、準周期的な構造。それ以外に、リミットピリオディックな構造というものが存在します。これはどういう構造かというと、まあ、基本的に周期公式、基本的な周期公式を考えた上で、その周期公式に対して、階層的な超公式構造を持つような構造です。具体的にどういうものを考えればいいかというと、例えば、単純な周期公式を考えて、その倍周期の超公式を考えます。で、その倍周期の超公式を持つが、緩やかにこの変調としてかかっているような構造を考えます。さらにその倍周期の構造を基本公式として、さらにその倍周期の構造が、緩やかにかかってくるということで、まあ、どこまで行っても、倍周期の構造が、まあ、だんだんと強度は弱くなるんですけども、かかってくるような、まあ、構造というのが、理論的には存在すると。それをリミットピリオディックな構造と呼んでいます。それから、リミットクワズピリオディックな構造というのは、高次元において、リミットピリオディックな構造に対する、まあ、物理空間上の断面を取ったようなものです。まあ、後ろの2つについては、まあ、純粋に理論的な研究が行われているだけで、実際にそういったものが存在するっていう、証拠は全くないんですけれども、まあ、そういったものがあるということで、これらも非周期結晶の中に含まれている、含むことができます。で、話は準周期構造に、これから以下は限定して進めていきます。さて、準結晶の性質として、非結晶化的な点群対称性を持っているということを言いましたけれども、現在見つかっている、あるいは実験的に報告されている準結晶の点群対称性は、まあ、ここの図に模式的に示したようなものがあります。この二次元というところに書いているのは、まあ、二次元の面内で準周期的な構造を持っていまして、そういった面が、こう周期的に、まあ、もう一つの軸方向に並んでいるというような構造で、例えばデカゴナル準結晶、実界対称性を持っているデカゴナル準結晶であるとか、すいません。十二階対称性を持っているドデカゴナル準結晶、あるいは、八階対称性を持っているオクタゴナル準結晶などが実際には報告されています。また、ソフトマターの系ですと、18回対称性を持つものも報告されています。で、もちろん3次元の準結晶である、正二次面体準結晶っていうのは、一番、有名というか、重要な、カテゴリーになるわけですけども。はい。以上が前置きで、本題に入りたいと思います。で、準結晶の構造を理解する上で、まあ、非常に基礎的な概念として、Z モジュールというものがあります。これは数学的な言葉なんですけれども、まあ、
ちょっとわかりにくいと思うんですけど、まあ、言い換えると、加法的なアーベル群で、整数感知上ので定義された加法的アーベル群ということで、まあ、ちょっと何言ってるかわからないと思うんですけども、モジュールっていうのは日本語で言うと加群ということで、加法に関する群としての構造を持っているという意味で、で、次っていうのは整数を表しています。ただし普通の整数ではなくて、まあ、代数的整数と呼ばれているもので、無理数をここには含まれています。例えば黄金比なども、ある代数的整数の一つなんですけれども、で、この代数的整数上の、加法的アーベル群というのはどういうことかというと、この加法群、加群上で、整数倍のスカラー積というのが定義されていると。つまり、このモジュールに整数倍をかけるという演算が定義されているということを意味しています。で、まあ、ちょっとよくわからないかと思うんですけど、まあ、準決勝を理解する上で、2つの重要な G モジュールを考える必要があります。一つは逆空間上で考える、まあ、フーリエモジュールで、が一つです。これは、まあ、ディフラクションパターンを、まあ、直感的に思い浮かべれば良いと思うんですけれども、まあ、D っていうのは物理空間の次元ですけれども、D 空間の波数空間内、D 次元の波数空間上で、稽古の、逆公式規定、逆公式規定ベクトルを用いて、その整数係数の一次結合として与えられる、まあ、電図、まあ、中密な、点の集合ですね。のことを、フーリエモジュールというふうに呼びます。まあ、これは、まあ、つまり、先ほどの準決勝のディフラクションパターンで言うと、ディフラクションパターンにおけるブラックピークっていうのは、ブラックスポットっていうのは、そのフーリエモジュール上の点の上に、与えられているということになります。で、まあ、ここで K っていうのは空間次元 D よりも大きい値を持ちますが、これをランク、あるいは日本語で言うと回数というふうに呼びます。それからその波数空間ではなくて、まあ、ダイレクトスペースで考えると、考えたものが、まあ、ダイレクトモジュールであったり、ブラベモジュールと呼ばれるもので、これも同じように、まあ、裏と表の関係にありますので、同じように、D 次元の物理空間上で、稽古の規定ベクトリによの整数係数一次結合の集合として与えられる、まあ、中密な点集合で。これは、どういったものかというと、まあ、例えば、準公式を考える上では、この準公式点というのは、この、ブラベモジュールの、まあ、部分集合になっています。あるいはタイリングの頂点に関しても、このブラベモジュールの部分集合として与えられます。ということで、まあ、2つの G モジュールというのが、まあ、重要な役割を果たすと。準決勝の構造を理解する上では、あるいは準周期構造の、構造を理解する上では、重要な役割を果たします。で、ここで例として、デカゴナル準決勝のフーリエモジュールというのを考えます。これはディフラクションパターンの簡単な模式図なんですけれども、このディフラクションピークを指数付けるために必要な規定の数は、この赤いベクトルで、赤い矢印で表した G1 から G2、G3、G4 という4つの規定ベクトルで、すべてのディフラクションピークを整数係数一次結合として表すことができます。で、対称性から考えると、ここに5番目の G5 というのがありますけれども、G5 というのは、この1、2、3、4、5のすべての和を取ると0になりますので、1、2、3、4が与えられば G5 というのは、その和で、整数が一次結合で表されますので、これは独立なベクトルではありません。で、ここで1と2、G と1の G の、G の2というのを足し合わせると、このベクトル、青いベクトルになりますけれども、この長さは、最初の長さを1とすると、黄金比の長さになっています。これはこのような2コサイン5
5分の π が黄金比であるということから来ているわけですけれども、はい。で、そうですね、その G4 の長さに対して、G4 の長さというのはここからここまでの長さと同じなんですけれども、それに対して無理数倍の長さを持つところに、反射がありますので、周期的ではないというか、非整合な比率を持っています。で、この場合の G モジュール、フーリエモジュールですけれども、は G1 から G4 までの規定ベクトルに整数をかけて足し合わせたもののすべての集合として与えられます。いろんな対称性を持つ準結晶に対して、最低限必要な、ブラックピークをインデックスし続けするために最低限必要な規定の数をここで表しています。今10回デカゴナルの場合を今説明したんですけれども、それぞれの場合について、D っていうのは次元数です。二次元の準結晶の場合、5回、100回、10回、12回の対称性を持つ場合には、必要な規定の数は4個であると。それから18回対称性を持つ場合には、6個の規定が必要になります。こちらは二重面体対称性を持つ場合ですけれども、3次元ですけれども、必要な規定の数は6個です。で、このような規定の数っていうのがどういうふうにして決まるかというのを一般的に言うことができます。二次元の場合についてですけれども、N 回対称性を持つ準結晶の場合には、最低限必要な規定の数、K の値ですけれども、K は、Φ の N という関数で与えられます。ただし、この Φ N という関数は、オイラーの Φ 関数と呼ばれているもので、定義としてはどういうものかというと、N と互いに相な正の整数で、N より小さいものの数を言います。はい。で、この定義に当てはめると、先ほどの数がちゃんと合っているということが、すぐわかるんですけれども、例えばこの表に載ってない7回対称性とか、14回対称性とか、そういった、一般的な対称性を持つ場合についても、必要な規定の数はこのルールによって決めることができます。さて、モジュールというのは物理空間と同じ次元の空間上で定義されているわけですけれども、それを D 次元とします。その D 次元上のフーリエモジュール M スター。で、これは回数が K。K 個の規定ベクトルを持つ場合ですけれども、そういったモジュールは、D 次元より大きな、その K 次元の超空間を考えると、超空間上に持ち上げることで、その K 次元の、周期公式として表すことができるということをこの図では示そうとしています。で、この横軸が、模式的に G 次元の物理空間、物理的な空間を表していて、これ、縦軸方向に K-D 次元の空間次元を表しています。で、ベクトル、物理空間上で与えられた A ベクトルのに対して、それぞれに対して、補空間上の成分を、適当に与えることで、このように、高次元のハイパースペースにおいては、周期公式として、に持ち上げることができます。この時に、その、実際に観測される、その、ディフラクションの強度ですけども、は、このように物理空間上に、乗っかっているわけですけれども、それが、それぞれし続けすることができますので、そうすると、高次元空間、対応する高次元空間上の座標に持ち上げることができまして、そうすると、この、逆光子点上に、高次元の逆光子点上に定義された、フーリエ振幅を表しているというふうに見なすことができます。そうすると、これは、純粋にこの高次元の空間における結晶の構造因子を考えることになりますので、これを逆フーリエ変換してやると、高次元空間における結晶構造というのが得られます。
今、その物理空間上の規定に対して適当に、補空間の成分を与えることで高次元に持ち上げるということを言いましたけれども、この補空間の成分をどうやって与えるかっていうのは、任意に与えてしまうと、実はその物理空間上で持っていた構造の対称性というのが、高次元でその対称性が、満たされないというか、いうことがありますので、理想的にはその物理空間における、例えば二重面体対称性などの対称性が、その高次元の結晶を考えた時のその対称性、高次元の結晶の対称性の、部分群としての対称性になっているようにするのが理想的なわけです。そうするために、その補空間成分というのは任意に決めることができなくて、ある程度の制約がかかってきます。この規定ベクトルに対する補空間成分をどう決めればいいかということですけれども、まずこの GM スターっていうのが、その物理空間上のフーリエモジュールの、が持っている点群の対称性。点群を表す記号だと思っていただければいいんですけども、で、GL スターっていうのは、それを高次元の逆光子に持ち上げたときに、その逆光子が持つ、点群の対称性を表しています。それでその逆光子の点群対称性は、部分群 H というのを持ちまして、その部分群 H がちょうど物理空間のフーリエモジュールが持つ点群対称性と、同型になっているという、制約を置きます。この時に、この、なんていうか、この H の、対象操作を表す表現行列は、このような形で表されまして、物理空間成分と補空間成分が互いに混じり合わないような形をしているという必要があります。このような制約を置くと、補空間成分というのは、一時的にというか、ある程度こう決まってしまうわけですけれども、どういうふうに決まってくるかというのはもうすでに知られていますので、違う対称性を持つ準結晶ごとに、その、どういうふうに補空間成分を与えればいいかというのをここで表しています。はい。それで、結晶構造を考えていく、準結晶の構造を考える上で、その、先ほど言ったように、逆空間で高次元の逆光子というのを考えて、その上で、構造因子を、その格子点上で構造因子をアサインすればいいということだったんですけども、これが物理空間上での構造因子。G というのはフーリエモジュールの、一点であって、その一点、その点で与えられる構造因子の値が S。それを高次元に持ち上げると、高次元の逆光子の格子点上で与えられる構造因子の値として読み替えることができます。で、これを高次元の結晶に対する構造因子として解釈しますと、それを逆フーリエ変換してやると、高次元空間上での、電荷密度のような、こういったものが得られます。この部分は通常の結晶、フーリエ変換の話と同じなんですけれども、知りたいのはその物理空間での構造なんですけれども、物理空間での構造は、もちろんこれの逆変換をすれば得られるわけですけれども、そうじゃなくて、高次元の結晶をこういうふうに構成したときには、その高次元の結晶の、物理空間上の断面として与えられるということが、数学的に厳密に言うことができます。ということで、構造解析をする上で、物理空間の上で、その直接フーリエ変換するのではなくて、まず、第一段階として高次元に持ち上げて、それを逆フーリエ変換することで高次元の結晶構造を得て、それに対して、物理空間上の断面を取るということで、結晶構造解析を行うことができると。実際にどういうふうに行うかについては、おそらく次の講演で、
山田先生がお話しされるかと思うんですけれども、はい、これが例えば一次元の準決勝の場合の例模式図ですけれども、先ほどの、はい、ここで表した二次元の逆光子点上に与えられた構造因子を用いて、それを逆フーリエ変換することで、まあ、例えばこのような5次元の結晶構造が得られます。で、このように5次元の結晶構造においては、この内北間方向になんか引き伸ばされたようなこういう構造が周期的に並んでいるようなものが得られます。で、これをまあアトミックサーフェスなどという名前で呼んでいるわけですけれども、実際の準決勝の構造はこういった構造、まあ、高次元の構造に対して、この赤い線で表した物理空間上の断面を取ってやることで得られるということになります。はい。それで、この高次元で逆光子から、実光子、を得るという話をしましたけれども、高次元の逆光子の規定と、実光子の規定の間の関係式をここで表しています。まあ、これは通常の3次元の結晶学と同じなんですけれども、A という光子規定が与えられたときに、それ、で、G っていうのがその逆光子の規定です。が与えられたときに、その内積を取るとこういったクロネッカデルタでなるという関係式があります。これは高次元の場合でも同じですけれども、まあ、これを用いると、逆光子の規定と、実光子の規定は、まあこういう、まあ行列の、なんていうか、行列の逆行列を取るという演算に、をすれば、求められるということです。で、実際にその、いろんな対称性を持って準決勝 に対して、先ほど定義した逆光子の規定から、実光子の規定を求めるとこのように なります。上の半分が物理空間成分で、下の半分が空間成分になっています。はい。それから、はい。以上で、まあ一応、ざっとですけれども、準決勝を考える上で、ダイレクトスペースと逆空間の双方について、まあ、高次元の光子というのが、導入されたことになります。二次元の準決勝、例えば、N 回対称性を持つ準決勝の場合には、こういった光子はユニークに定める、定まります。それに対して、三次元の、準決勝、ここでは20メーター準決勝の場合ですけれども、この場合は、対称性からはユニークに決めることができなくて、まあ、この場合には、3次元のキュービックの結晶光子が、ブラベ光子が、シンプルキュービックと FCC、PCC の3種類あったのと同様にして、6次元の、超光子になるんですけども、6次元のハイパーラティスは、P 型と F 型と I 型の3種類存在する。二次元に関しては N 回対称性を持つ場合にはユニークなのに対して、二次面体対称性を持つ場合にはこういったセンタリングの違いによる3種類のブラベ光子が存在するということが知られています。で、これがその3種類のブラベ光子を式で表したものです。はい、それで今、その高次元で、逆光子から実光子を、この、フリ変換、逆フリ変換で得るという話をしましたけども、最初に導入したフリエモジュール、M スターに対して、実空間においても、モジュールを定義することができます。それは M という、単に M と表すことにしますと、この M というのは、高次元空間における逆光子を、振り変換して得た高次元空間のブ
比べ格子に対して、それを物理空間上に投影したもの。それが、ダイレクトモジュール、あるいはブラベモジュールというふうに、ことになります。で、はい。で、以上で一応2種類の、D モジュールが準決勝において重要だということを説明してきたんですけれども、この D モジュールの重要な性質として、まあ、自己相似性というのが知られています。G モジュール、それはどういうことかというと、G モジュール、に対して、この D に対応するんですけど、まあ、この代数的整数の値をかけたときに、その、ある、無理数 tau というのが存在しまして、無理数 tau をそのモジュールにかけたものは、モジュールそのものと同じであると。要するに、モジュールを tau 倍に拡大したときに、拡大したんですけども、それは元と全く変わらないということで、自己相似性を持っているという性質があります。で、この拡大の比率のことを、ピゾユニットというふうに呼びます。いろんなクラスの準決勝に対して、このピゾユニット の値というのは知られていまして、8回対称性を持つ準決勝の場合には1たすルート2、それから5回、10回対称性を持つ場合には黄金比の値、12回対称性を持つ場合には2たすルート3、これはちょっと複雑なんで省きますけれども、20名対称性を持つ場合には F 型と I 型に対しては黄金比、タウ、黄金比の値、P 型に対しては2たすルート5、これは黄金比の3乗の値です。というふうに、このタウ倍のスケーリングに対して普遍であるという性質を、こういうモジュールは持っているということが一つ重要な性質です。はい。まあ、大体半分以上ちょっと来てしまったんですけども、モジュールの話は以上で終わりにさせていただきたいと思います。で、ここからは、実際に具体的な構造について見ていただきたいと。ただ、実際の物質系の話ではなくて、ちょっと、自相化したタイリングの話で、説明させていただきます。で、準周期タイリングというのは、準決勝の構造に対する数理的な構造モデルというふうに理解することができますけれども、よく知られているペンローズタイリング、五角形ペンローズタイリングと呼ばれているものをここで表しています。このようなものなんですけれども、次に表すのが、これもペンローズタイリングと呼ばれているんですけれども、これは2種類のタイル。これはタコの形と、それはダーツの矢の先端の形ですけれども、の2種類のタイルによって作られているタイリングです。これもペンローズタイリング。で、これは最もよく知られている、ひし形ペンローズタイリングと呼ばれているもので、2種類の、太ったひし形と、細いひし形から構成されているタイリングで、これもペンローズタイリングの一種です。で、この3種類のペンローズタイリングというのは実は独立ではなくて、互いに、変換、ローカルに変換して、ローカルの変換で移り方、変わることができるんですけれども、したがって、すべてペンローズタイリングと呼ばれているわけですけれども、どういう変換かというと、例えばこのタイルの上に、うまく線を引いてやって、すべてこう、ローカルなルールでこの線を書き直してやると、例えばこのようなタイリングになったり、このようなタイリングになったりということで、すべて、ある意味等価なタイリングになっています。で、これ、今示しているのはこの8回対称性を持っているアンマン・ビーン・カン・ベンカータイリングと呼ばれているもので、正方形と45度のひし形から構成されています。これも非常に重要な、有名なタイリングです。で、これが、12回対称性を持っているスタンプフリータイリングと呼ばれているもので、正方形と正三角形の2種類のタイルから構成されています。この構造は、ソフトマターでよく見つかっている12回対称準結晶の構造モデル、理想的な構造モデルとして、よく知られています。
それで、まあ、我が一次元のフィボナッチ、フィボナッチ公式ですけれども、まあ、これが一番単純な場合ですけれども、この場合は、まあ、2種類の1、それからタウ分の1、タウというのは黄金比の値ですけれども、1とタウ分の1という2種類の長さを持つ線分を、まあ、フィボナッチ配列、フィボナッチ配列と呼ばれる配列に従って並べたものがフィボナッチ公式です。したがって、この格子点、そのタイルの、格子点というかタイルの頂点ですか、タイリングの頂点ですけども、頂点の座標は整数プラスタウ分の1の整数倍という形で式で表すことができます。したがって、このすべての頂点の集合は、一次元の G モジュール M、M プラス N、割るタウという、ものの部分集合になっているということがわかるかと思います。で、このフィボナッチ公式はよく知られた性質として自己相似性、このような自己相似性を持っています。LS の部分を L ダッシュ、L、独立した L を S ダッシュというふうに読み替えてやると、L ダッシュと S ダッシュの並びになりますけれども、この並びと最初の LS の並びが全く同一であると。あるいは、まあ、ほぼ同一であると。どういったらいいか。まあ、同一であると、同等であるということが知られています。これが、これを、自己相似性を持っていると。で、これは何に由来するかというと、このモジュールがタウをかけたときに、普遍であるという、スケール普遍性を持っているということに由来しています。で、このフィボナッチ公式を高次元に持ち上げるという方法ですけれども、1の部分をこのような2次元ベクトルに読み替えて、タウ分の1の部分をこのような2次元ベクトルに読み替えてやると、このようにギザギザの線が出てきますけれども、これがちょうど正方公式の上に、こういうふうに描くことができます。はい、これが、まあ、ここで切断遮影法というフィボナッチ公式を作成する手法が出てきます。で、これはどういうものかというと、正方公式の上でちょうど一つ分のユニットセルを北空間方向に投影したこの長さを持つようなこの帯状領域を考えます。この帯状領域に含まれるすべての格子点をこの横軸方向。これが物理空間成分に対応しているんですけども、横軸上に投影したものとして、フィボナッチ公式というのは作成することができるということが、まあ、よく知られています。はい。で、以下、その、順周期タイリングの生成法について説明させていただきます。おそらく4種類ぐらい、順周期タイリングの生成法というのは知られていると思うんですけども、簡単に説明した切断遮影法と呼ばれている方法と、断面法と呼ばれているもの、それから、デュアルグリッド法と呼ばれている、裏格子法とも呼ばれていると思うんですけども、そういう方法、それから、置換法と呼ばれているもの。で、これらの4種類は、実は、まあ、ある意味、透過性を持っていまして、まあ、それをちょっと今、見ていくことにします。さて、切断遮影法は、今説明した通り、このように、帯状領域の中に含まれる格子点をすべて、横軸の上に投影することで、まあ、投影したのはこの黄色い丸ですけども、投影することで、順周期の、順結晶の構造、を構成するという方法です。それに対して断面法というのは、そういう帯状領域を考えるのではなくて、帯状領域のちょうどこの幅に相当する長さを持つ線分をすべての二次元、高次元の格子点にこういうふうに、まあ、周期的に並べてやって、その上で、物理空間上の断面を取ると、物理空間でこのコース、まあ、交わりを持つところで、だけを格子点として採用するということで、をすると、まあ、先ほどと完全に同等なフィボナッチ格子が
得られます。まあ、この断面法と切断遮影法の等価性というのはすぐ理解することができると思うんですけれども、断面法におけるこの線分が交わるような、交視点がすべてこの切断遮影法の窓の中に収まっているということがすぐわかると思います。ということで、まあ、この2つの方法は等価性を持っていると。次に、デュアルグリッド法ですけれども、これも実は、切断遮影法と断面法と、まあ、等価であります。それをちょっと見ていく上で、ちょっと、まず、その方法はどういうもの、方法かと言いますと、その物理空間、この横軸に対して、横軸が、まあ、貫いているようなユニットセルだけをこの赤く着色しています、ここでは。で、この赤く着色されたすべてのユニットセルに対して、まあ、ユニットセルの起点、すべて、各ユニットセルに対して、その起点をこの左側の、例えばこのユニットセルの起点はこの左側のこの交視点、このユニットセルはこの左側の交視点というふうに、ユニットセルの起点というのを定義してやると、この赤で着色されたユニットセルのすべての起点を物理空間上に投影してやると、フィボナッチ公式になります。これは先ほどの法と等価なことを理解するためには、この赤で着色されたユニットセルの起点がちょうどこの切断遮影法の窓の中に収まっているということ。チェックすればいいと思うんですけれども。で、デュアルグリッド法は特に窓を、というのを考えなくても、単に、物理空間に対して、物理空間のこの軸が交わりを持つようなユニットセルを着色して、その起点を投影すればいいだけなので、別に窓を考える必要はないということになります。まあ、これはちょっと一つ便利な、この方法の便利な点です。はい。それから、これは、先ほどお説明した、フィボナッチ公式が持っている自己相似性というものを、この、高次元の、このスキームで理解するにはどうすればいいかということですけれども、まず、切断遮影法でちょっと説明しますけれども、この窓に、この帯状領域を窓というんですけれども、窓の中に含まれる高視点を、取り出して、それを投影する際に、この、こっち方向の線分を得る、すいません。これ、青。こっち方向の線分を赤で表していますけれども、で、赤がちょうど長い交視点間隔、それから、青が短い交視点間隔を与えるわけですけれども、この L、S の並びが得られます。で、この自己相似性で、この L、S という連続した L、S があるときに、これをこの L と S の間の点を取り除いてやって、L' というふうに見なしてしまうことにします。で、S、独立した L に関しては、これを S' というふうに見なすことにします。すると、こういう L' と S' の並びが得られますけれども、これは、残った交視点はちょうど、こういう、まあ、先ほどよりは狭い帯状の領域の中に含まれる交視点になっています。で、この L と L' と S' の並び方は、先ほどの L と S の並びと全く同等であるということを説明する上で、次のように、することができます。まず、この二次元の正方向子を、このように、書き直すことにします。ユニットセルを取り直すということにします。すると、ちょうど、この狭くなった、この帯というのは、この狭く、小さ、この、新たに取り直したユニットセルを、空間上に投影した幅になっているということがわかります。はい。そこで、これに対して、縦軸と横軸を独立に、こう、スケール変換してやりまして、縦軸は、
タオ分の1に縮小して、横軸はタオ分の1に縮小してやって、縦軸はタオ倍にこう引き伸ばしてやって、さらに反転させるという操作をしてやると、最初の正方向紙に戻すことができます。で、ちょうどこの、帯状の領域の幅、幅がちょうどこの正方向紙の幅に相当しています。ということで、この L' と S' の並び方は、L と S の並びと全く同等であるということが、幾何学的に説明することができました。はい。で、実際にこの JR グリッド法を用いて構造を作るということに話を進めたいと思います。これ、最初に簡単なので、一次元の場合について説明をさせていただきます。これは先ほど言ったように、横軸と交わるユニットセルを赤く着色しています。はい。で、グリッド法を使う上で、この高次元のこの正方向紙のこのグリッド、なんていうか、格子線っていうんですかね、グリッドを、このように番号をつける、番号をつけさせていただきます。こっち方向のグリッドは、N1 によって、指数 N1 を用いて表しまして、こっち方向のグリッドについては、指数 N2 を用いて表すことにします。で、このユニットセルはそれぞれ、この起点が持っているこの指数によって、このように指数付けをすることができます。で、ここでその、高次元の格子線、あるいはグリッドを、物理空間上で、物理空間上で断面を取ったものを、このような黄色と青のこの印で表すことにします。すると、この黄色はこういうふうに周期的にこう並んでいて、まあ、青の印はこういうふうに、まあ、これも周期的に並んでいるというものが得られます。で、この黄色と青の印ですけれども、これは、黄色と青のそれぞれがその赤で表したユニットセルの一つ一つに対応付けられることがわかります。例えばこの青の印はこのユニットセルに対応していまして、黄色のこの印はこのユニットセルに対応しているというふうに、この物理空間上で断面を取ったこの、ものが、高次元で考えたときのこの赤で着色したユニットセルのそれぞれに対応している。はい。まあちょっと式がちょっと、煩雑になって申し訳ないんですけども、そういうことを使うと、まあプログラムの中で、うまく計算してやると、まあフィボナッチ公式を構成することができるということをここで言いたいんですけども、はい。すいません。ちょっと、式がややこしいので、ちょっと省かせていただきたいと思います。はい。で、グリッド法を使って、そのペンローズ格子を作ってみるということを次に説明したいと思います。この場合、そのペンローズ、ペンローズ格子というか、ひし形ペンローズタイリングを構成するということを考えてみたいと思います。で、ひし形ペンローズタイリングのこの一辺、それぞれの辺、に対応するベクトルを、この A の1から A の5というベクトルで表すことにします。で、ここではその高次元に持ち上げるときに、まあ便宜上、この1から5を等価に扱いたいので、まあ便宜上5次元に持ち上げることにしまして、2次元の物理空間座標を XY、それから3次元の空間座標を Z、U、V というふうに置くことにします。まあ、これはもうすでに知られていることなので、あんま具体的に、規定ベクトルの補空間成分を与えてしまいますけれども、A1 から A5 に対しての補空間成分をこのように与えてやると、この5次元の規定ベクトルは、5次元空間上で超立方格子を構成する規定ベクトルであるということが示すことができます。
で、デュアルグリッド法を使って、そのステオ、ペンローズ、ひし形ペンローズタイリングを生成するための、方法をここで数式で表してるんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、これもちょっと煩雑になってしまっていますね。まずこの5次元の超立方公式っていうのがこのように表すことができます。さらに5次元空間上でこの5次元の超立方公式のグリッド、はい。今何っておっしゃいましたっけ？はい、ちょっと、ここで示しているのはその先ほどの2次元から1次元を構成するために、際に、その2次元空間上で2種類の方向を持つ2種類のそのグリッドのシリーズを導入したと思うんですけども、この場合には5次元空間上で5種類の方向を持つ5種類のグリッドを、5種類のグリッドのシリーズをこういう導入する必要があります。式としてはこのように表しまして、ここでシータ、あ、すいません。シータっていうのは、シータの、まあ、1から5っていうのがありますけども、これはフリーパラメータで動かすことができるものです。で、これに対して、その2次元空間、物理空間上の、その、この5次元空間上のグリッドを、2次元空間上で、まあ、切り取った断面を取ったのが、この式ですけれども、これは2次元空間上では、この、一つのフリーパラメータで表される、まあ、直線を表しています。で、図で表すとこのようになっていまして、この物理空間上で、このような平行な、まあ、等間隔のグリッドが、与えられます。で、それぞれの交点が、それぞれの交点が、まあ、ある意味タイルの一つ一つに対応しているんですけれども、例えばこの赤い点で表した XY という座標を持つ交点を考えることにします。すると、この XY に対して、これは2種類のグリッドの交線、交点になっていますけれども、はい。で、ここでフリーパラメータが3つありますけれども、この3つのフリーパラメータの値は、こういう、G というのは、高次元、5次元の規定ベクトルを表していますけれども、XY をこの規定ベクトルの内積を取ってやることで、フリーパラメータは、一時的に決めることができます。で、この一時的に決まったフリーパラメータ、θの値を、この一時的に決まった θの値に対して、まあ、こういうふうに、この記号は、整数部分という、を取るという意味なんですけれども、小数部分と整数部分をこの、とに分けてやって、整数部分についてはその n、小数部分についてはデルタというふうに二つに分けてやると、この整数部分がちょうどその、今考えている交点で、その、互いに接するユニットセルのインデックスを与えるということになります。この場合は、この、こういう4つの、指数のセットで表されるユニットセルが、この XY という交点で交わっている、あるいは接しているということがわかります。で、これが、こういった、指数で表されるユニットセルの起点を二次元空間上に投影してやることで、こういったタイルの頂点が得られるということで、まあ、すべてのそのグリッドの交点に対して同じ、同様な解析をしてやることで、タイリングの頂点が、得られます。はい。で、このようにして構成したひし形ペンローズタイリング
が、これ、この図なんですけれども、それに対して、それ、対応する内部、補空間方向の成分を計算してやると、このように3次元の補空間に対して、この 4つのシートの上に、点が、並んでいるようなものが得られます。はい。すみません。ここからはちょっと、発火対称性を持つ場合についても同じようにすることができるということで、はい。で、今、説明した、アルゴリズムというほどでもないんですけども、手法を使ってタイリングを生成するプログラムを、非常に簡単に作ったんですけれども、大体行数にして300行ぐらいあるかないかという、そういうもの、簡単な代物なんですけども、このアドレスに行っていただくと、ダウンロードすることができます。はい、で、最後になりますけれども、すみません。ちょっと時間が、質問時間とかを考えると、あれですかね。あと10分ほどなので、少し、質問時間をいただければ大丈夫です。あ、そうですか。で、最後に、近似結晶について、タイリングの立場から、説明させていただきます。で、これは最初の1次元のフィボナッチ公式を切断斜陽法によって生成する図を表しているんですけれども、ここに原点がありまして、これはちょうど正方公式の頂点が物理空間に乗っかっているんですけれども、で、この物理空間の相対的な傾きは無理数なので、あとはどこまで行っても、正方公式の公式点と交わることはない。これはフィボナッチ公式の場合ですけれども、LS の非周期的な並びが得られます。それに対して、この規定ベクトル、二次元の規定、高次元の規定ベクトルの、この2番目の成分、これは補空間方向の成分なんですけれども、ここに黄金比が出てきていますけれども、この黄金比を、有理数で近似してやるということをします。で、実際この黄金比を2分の3で近似した場合をこの図で表しているんですけども、そうするとこの少し横軸より少し上にあった格子点が横軸上に乗っかるということになります。で、このようにしてこの横軸上に乗っかっている点がこの周期的に出てきますので、この LS の並びは周期的になります。で、この周期 L というのが現れてくると。で、この黄金比をどういう有理数で近似するかによって、その得られる周期というのは違ってきますけれども。で、これは高次元の公式に対して、こういったこの歪みを導入することに対応していますので、フェーズオンストレインというふうに呼ばれたりします。で、黄金比の近似の仕方。これも基礎的な話なんですけども、黄金比無理数っていうのは、黄金比イコール1たす、それ自身の逆数であると性質を持ちますので、ここの分母の部分に、1たすタウ分の1というのをさらに代入してやるということ、操作を繰り返すことで、こういう無限に続く連分数展開と呼ばれる、こういう形になります。で、それに対して、あるところで、この点々点の部分を、無視してやるということをしますと、例えばこういうふうに途中で止まるわけですけども、そうすると、これを展開してやると、このように、有理数になっていると。で、これが、無理数、黄金比に対する、有理近似と呼ばれているもので、二つの連続するフィボナッチ数の比になっています。フィボナッチ数というのはこのような全化式によって定義される、数列のことです。で、先ほどのちょっと説明がちょっとあまり良くなかったんですけども、C 型ペンローズタイリングをデュアルグリッド法で作った時に説明したこの、5次元の、規定ベクトル、A1 から A5 っていうのがありましたけども、この、補空間成分について特に、ここにタウっていうのが出てきてますけれども、このタウの部分を有理数で近似してやるということをすると、
まあ、この修正された規定ベクトルになります。この修正された規定ベクトルを使って、構造を生成してやると、まあ、周期的な、構造になるということで、まあ、それは近似結晶と呼ばれているわけですけれども、はい。で、これ、この北間方向の成分を有理数で近似したベクトルをここに式で表したんですけれども、まあ、近似する方向として、まあ、Z 方向と U 方向をそれぞれ、独立に近似することができますので、Z 方向に関しては、9分の P で、黄金比を近似して、U 方向に関しては S 分の R で近似するということをすると、このような規定ベクトルが得られます。ただし、この、ZU 方向の軸方向のスケールは、まあ、適当にスケールし直していますので、まあ、この成分は整数になっていますけれども、実際は有理数です。はい、ちょっとこの辺はちょっと飛ばしていただいて、はい。実際にこのような有理近似を行ったときに、その二次元の構造としてどういう周期を持つ構造が得られるかというのをちょっと考察してみたんですけども、ちょっと時間もないんで、まあ、ある、まあ、論理に従っていきますと、はい、まあ、その、X 方向と Y 方向にどういう周期が現れるかっていうのを、まあ、一時的に求めることができるという。まあ、これ、まあ、式を追っていただければ多分わかると思うんですけども、はい。それで、はい。デュアルグリッド法で、近似結晶の構造、まあ、タイリングを得るためにどうすればいいかというと、単純に、まあ、準周期の場合に用いていた規定ベクトルの北空間成分を、有理数近似で、修正してやると。で、その修正した規定ベクトルに対して、逆光子ベクトルを、まあ、求めてやると。で、その2つの規定ベクトル、規定を使って、まあ、単に、ジャルグリッド法のプログラムに適用してやるだけで、まあ、自動的にこういう周期的なタイリングは得られます。例えば、この1111近似の場合には、まあ、X 方向の周期はこのような周期で、Y 方向の周期はこのようになる。2111近似の場合には、X 方向はこういうもので、Y 方向は先ほどと同じです。2121近似の場合には、X 方向はこれでこれ、Y 方向はこれということで、まあ、デュアルグリッド法を用いれば、近似結晶の構造、まあ、タイリングの構造も簡単に作ることができますよということを、説明させていただいたんですけども、はい。で、以上で、まあ、話は終わりで、まあ、もし興味があれば、デュアルグリッド法を用いて、まあ、アンマンベイン化をタイリングを作ってみたり、まあ、その近似結晶のタイリングを作ってみたりしていただくのがいいかなというふうに考えていますけれども。はい、以上で。はい、ありがとうございました。